皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。天皇皇后両陛下や上皇皇后両陛下が、ご乗車される特別列車を、お召し列車と言いますよね。お召し列車の運行には、三原則があると言われています。次の通りです。他の列車と並んで走ってはならない。追い抜かれてはならない。立体交差では上の線路を、他の列車が走ってはならない。以上ですが、今回、ご紹介するのは、茨城県の水戸駅で、女子高生が、お召し列車の窓から、手を振られる、天皇皇后両陛下のお姿を、発見した瞬間、狂気乱舞の興奮状態になって、やばい。めっちゃ天皇なんだけど。と、率直な言葉遣いで、喜びを文字通り、爆発させており、SNS で話題になり、大人気になっています。台湾のサイトでも紹介され、大きな反響を呼んでいます。多くの台湾人が、日本人が、天皇という存在に対して抱く、特別な思いを感じ取っています。私の感想は、動画の最後に掲載します。海外の反応、ものすごく嬉しそうでこっちまで、嬉しくなる。女の子たちの、リアクション、可愛すぎる。日本の人たちからすれば、本当に神聖な存在なんだな。あれは、心の底からの喜びが、爆発した瞬間だろうね。天皇は、日本人にとって神様の存在だからね。すごく温かい気持ちになる。日本で最も強い、霊妙な力を持つ、存在をようやく拝めたんだ。あれくらい喜びが爆発するだろうよ。すべての国民が敬愛する天皇皇后両陛下の存在があるなんて素晴らしいことなんだろうか。天皇陛下が女子高校生たちに手を振っている、素晴らしい光景じゃないか。日本人は天皇のことが本当に大好きなんだね。これはもう心からの喜びの表現だよね。私、今後の人生であれくらい喜べることってあるのかな。天皇に偶然会えたら超ラッキーだわ。天皇のような存在をいただき、素晴らしい社会を構築してきた、そんな日本を心から尊敬します。私の感想、彼女たちの反応に対し、ゲーだという声が上がっても理解できます。個人的には雅子皇后陛下の病気のことや秋篠宮家のことなど、皇室を非難するマスコミや一部の日本人に比べれば、陛下に対するあの純粋な喜びの発露を非難する気に離れません。天皇陛下のもと、チヨニヤチヨニ、平和で自由な日本であってほしいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。